ダイエットは超アドバンスです。もうダイエット1週間2週間1ヶ月なんて無理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 、超アドバンスすぎる、やめよ。Thank you so much for checking out Chris's room. 今日もクリスの部屋を見てくれて本当にありがとうございます。いや、実はですね、今日はダイエットについて話すんですけど、ちょっとね、この話を聞かないでダイエットをやるっていうのを、ひょっとしたら止めた方がいいかもぐらい、すごい重要な、ポイントが今日あるんですね。どういうことかっていうと、本当に、ね、ちょっと変なんだけど、ダイエットって、しない方がいいぐらい危険なものなんですよ。何言ってんのクリス、ダイエットって健康なんだよ、いいんだよ。いや、ちょっと待ってくれってね。ダイエットってどうやるのっていう話なんだよね。ダイエットって何のためにやるのって、この目的によって手段が大きく変わってくるのね。で、その手段の前に、ダイエットって人間の脳を考えてやることを分解して重ねて見てみると、めちゃくちゃ難しいのよ。ダイエットってすっごいハードル高いの。そもそもダイエットって何なのって、ねえ、体重10キロ痩せることがダイエットなの、体重2キロ痩せることがダイエットなの、もう健康に、全部健康なものを食べて、炭水化物はちょっとしか食べちゃダメで、どのぐらい炭水化物いいの、ジムに行って運動週3回にやって、それでダイエット、それがダイエットなの。いや、それはもうダイエット、ダイ、死ぬ、イットだよ、死ぬことだよ。そんなのハードル上げると、これアメリカンジョークね、ごめんね。ね、でちょっとこのダイエットについて話していきましょうよ。そもそもダイエットの目的は何なんだろうね。これね、健康のためにダイエットするっていうのは、これね、ダイエットって呼ばないで、健康な生き方って呼んだ方が僕本当にいいと思うんですよね。その方が長期的にその目標にいけるんですよね。いけると僕本当に思ってるの。どういうことかっていうと、その、長い旅、千里の旅はね、一歩から始まるみたいなんだけど、この長い旅を1ヶ月、2ヶ月目、3ヶ月目、4ヶ月目っていう風に、じゃあ1週間はこうやるのために、1日はこうやらないといけないって言って、その分割できるんですよね、ハードルを。ね。でも、ね、これがダイエットってなると、なんか急にダイエットしないといけないっていう風になって、すごいハンディカップがつくと思うんですよ。で、多い方の場合は、なんでダイエットしたいのって言ったら、いや、体重を減らすためにダイエットしたいっていう人が多いと思うんですよね。OK。じゃあ、ちょっとですね、このダイエットのために何をしないといけないのかっていうのを話していきたいんですね。ここでね、ちょっと脳的に考えると、この人間の脳っていうのがあって、でその中に本能の脳っていう動物の脳、limbic system っていうのがあるんですよね。ニオコルテックス、このでっかいところ、考える力がある脳と、このサバイバルに必要なこの limbic system っていうのがあるんだよね。で、この limbic system っていうのを、この目的はね、あなたが幸せになることを望んでないわけよ。ね、our limbic system、 僕たちのこの動物の脳の目的は、生き残ることか生き残らないことかっていうことなんですよね。で、そもそもこのね、ダイエットで体重を減らすっていう時で、食事、お腹空いてる時にね、食事が目の前に出てきて、これはいや、ダイエットのために食べないでってね、特に仕事8時間とか9時間やって超通勤で疲れてて、ね、ダイエットスタートばっかりでお腹ペコペコで、ね、でその時にちょっとラーメン屋さんとか餃子屋さん見ちゃうと、ちょっとお腹、あ、食べたいってなるよね。これ本当に自分の脳が本能的にサバイバルするために、これ食べた方がいいよって本能が言ってるわけよ、ね、人間っていう何億円かかって作られたこのシステムの中にそういうことを言っているんだよね。で、ポイントは、この自分の体が食べたいって思ってる時に、ね、食べないでっていうのは、すごいこの、もうちょっとしかないフォーカス、脳のフォーカスの意識を使って、この英語ですると、willpower っていうんだけど、
ね、それで自分の本能的な行動を止めてるんだよね。ものすっごいやることとしてハードルが高いんですよ。で、炭水化物を食べると体重って増えるんですよね。ね、本当にね、小麦粉ベースとかいっぱいご飯食べてるとかいっぱいね麺類を食べるとか、そうするとどうしてもその食べたものが体の中で脂肪に変わっていく、インシュリンっていうのが効いてきてお砂糖になって、体の本能がね、まあ、本能っていうかね、体がそのエネルギー、お砂糖のエネルギーをこの後のためにサバイバルで必要になるかもしれないから蓄えてこうよって、でその脂肪になってこのねお腹のあたりとかお尻とかね、そこについていくんですよね。ね、知ってます？知ってます？実は運動してる時にある運動のやり方をするとこの脂肪を燃やすことが実は可能になるんですね。知ってますか？ちょっとそのやり方もこの最後の、ビデオの最後のところで、この脂肪を燃やすための運動のやり方っていうのがあるので、まあ、それは心拍力とか考え入ってくるんですけど、それもぜひちょっと最後でちょっと追加します。でもこのポイントはですね、そのダイエットの目的が、ね、体重を減らすこと、ね、そうなると炭水化物を減らすとダイエットっていうか、まあ、体重は減っていくんですよね。で、これがなかなか簡単ではないことなんですよ。なかなか簡単ではないんですね。で、ダイエットっていうのを、ね、長期的にやっていくっていうふうになると、これを習慣にしないといけないんですよね。ね、普通っていうのは習慣ですよね。普通なのが習慣になってる。だからこのダイエットの生き方を習慣にしないといけない。で、この習慣にするために何のブロックが入っているかっていうと、この3つのブロックが入ってるんですね。1つは運動をするっていうブロックが入ってるんですよ。運動を習慣にしないといけない。まあ、具体的に言うとジムに行って、多い人はジムに行くと思うんですけど、ジムに行って週何回ジムに行くのって、ね、そういう運動の部分がある。もう一つはさっき言ったように食べる部分があるんですよね。で、これはもちろん炭水化物を減らす、野菜をあげるとか、いろんなところもあって、ね、オイルを入れるとか結構複雑なエリアでもあるんですよ、ね、で、もう一つなんだと思います？料理と買い物っていう習慣も部分もあるんですよ、ね、ダイエットしたいって言ってね、シェフがはいどうぞって毎回1日3食これ食べたら大丈夫だよみたいなことを言ってくれたら、やってくれたらすっごい楽ですよね。もう本当に誰でもダイエットできますよね。目の前に出てきたものを食べてるだけだったら。でも実際に僕たちの人生っていうのはそうじゃないと思うんですよ、ね、やっぱり買い物に行かないといけない、スーパーに行かないといけない、買い物リストを作らないといけない。そのための予算がどのぐらい、ね、例えばダイエットってやると、ね、買い物も変えてくるから値段も変わってくる、いろんな不安とかも入ってくる。何時に行くのか、ね、その習慣も変えないといけないんですよね。ってなると、このダイエットっていうことを実際にやっていくときに、長期的にやるんだったら、この運動の部分、そして食事の部分、そして食事の買い出しと作るこのプレップの部分を全部習慣化にしないといけないんですよね。これ正直言って、この習慣化を作るための行動をデザインしていくっていう視点から見ると、心理的な視点から見ると、ダイエットってめっちゃくちゃハードルが高いんですよ。めちゃくちゃ、ね、で失敗するとどうなるかっていうことを考えると、これも結構恐ろしいと思うんですよ。ダイエットで失敗しちゃうと、あ、やっぱり私には無理なんだって。で、例えばね、夜落ち込んでる時にね、何します？特に週末とか、まあ、平日でもいいんですけどね、そもそもダイエットしないといけないっていう風になった行動に戻ってないですか？具体的に言うと、ポップコーン食べたりとか、チップス食べたりとか、ね、アイス食べたりとか、
食べますよね。ねえ、普通ですよね。なんか辛いなって落ち込んできたらアイス食べたりとか、それが普通なんですよね。だからダイエットできないってなると、もっとそっちのそもそもダイエットの原因になった行動に移っちゃって、今度それがどういう結果になっちゃうかっていうと、自分の体にもうちょっと脂肪がついちゃうかもしれない。で今度その自分の姿を鏡で見て、本当に自分やだ、ダイエットもできないし自分はダメなんだって思っちゃうんですよね。で自分がダメだって思っちゃう勘違いをすると、本当に自分がダメだって思っちゃって、ですると今度できること、全然本当はできるんだけど自分ができないと思ってるからやらない。そうすると自分の中身だけが落ち込むんじゃなくて、自分の外も変わってきちゃう、ね、本当にダイエットできないっていうのは、できないよダイエット超難しいよ、ね、で今日このビデオでお伝えしたいことは、僕が本当にこの習慣の面から見るとダイエットより全然強いで、自然にダイエットに変わってくる、もうこの最初の一歩だけをやれば、ジムに行く、健康になる、食事を食べる、ね、あのランチみんなでラーメンに行こうって言ったら簡単に断れるように、自然に自分が断りたくなるような、そのちょっとね、秘密の習慣っていうか、すごい人生を、僕の人生を実際に変えてくれたすごい習慣があるんで、それをちょっと説明します。それはですね、朝起きたらもう本当に水飲んで、そのまま外にジョギングを1分から10分マックスすることなんです、うん、もう朝起きたら1分でいいの、ちょっと外行って、でジョギング最初難しかったら歩いてて大丈夫、1分だけでいいので、戻ってくるので、どこまでやっていいのって言ったら10分マックス、10分以上やっちゃダメだよ、本当に10分以上やったら効かないからね、うん、本当に10分やったらもう戻ってきてください、まあ、ちょっとたまに11分12分になったら OK かもしれないけど、もう本当に10分以上やらないでください、ね、中には調子乗って、うわー気持ちいいって、ね、ジョギングすると頭の中で何が起こるのかって知ってます？実はモルフィンが本当に流れてくるんですよね、これエンドルフィンって言って、そのエンドルフィンのフィンはモルフィネの、ね、モルフィンがちょっと実際に流れてくるんですよね。幸せになってくるんです、ジョギングすると。でやる気が本当に上がってくるんですよ、モチベーションとかで幸せになってくるんです。だからついつい、ね、5分ぐらい走ってるとイエーとか言って、もう勝手に25分とか走っちゃうんですよ。それやめてくださいね、それはあの、ね、ジョギングの目的がないからね、本当になっちゃうからね。でもポイントはこれなのよ、ダイエットなんて全然心配しなくていい、ね、何をするか、夜寝る前にジョギングの洋服をベッドの横に洋服あの用意しとくの。それ嫌だったらもう着て寝ちゃって大丈夫、たまに僕も着て寝てるから。もうそして朝起きて水飲んでトイレ必要だったらそれ行って、もうそのままゴー、考えないでゴー、1分でいいからね。で走るの難しかったら歩いてていい、その家の角行って戻ってきて、行くだけで30秒で戻ってきたら30秒だからね。だからそれを10分やるの。でもここが秘密なの。で特にね、ちょっとこれ本気になってやってみようかなって思ってる人は、ぜひトイレとか自分の洗面所の廊下の壁にカレンダーを貼ってください。でその1分やったらその日のところに丸って書いてください。これが気持ち悪いほどにね、毎朝丸丸丸丸丸ってなって、この丸って書くのも習慣になって、今度ね丸が15個入ってると、ね、行きたくないなーっていう時も、ね、丸を見ると、いやこんなに連続で行ってるから絶対やるわって、1分でいいんだよ外、それだけなので、これをやると脳の中に何が起こると思う？マジさっき言ったようにエンドルフィンが流れてくるんですよね。
でプラスドーパミンが流れてくるんですよ。でドーパミンが流れるともう自然にモチベーションが上がってくるんですね。でフォーカスが上がってくるんですよ。でメモリーが良くなるんですよ。で次にオクシトシン、オクシトシンっていうのが流れてくるのね。この3つの幸せホルモンは天使のカクテルって呼ばれてるんですよ。天使のカクテル、超もう体中が変わってくるので、何が起こるかっていうと、ごめんね、今僕もねクリスもちょっとね日本語の勉強してるので、パラシンパテティックとシンパテティックシステムっていうのがあって、シンパテティックシステムっていうのがこの交感神経って言って、戦うか逃げるかっていう、まあ、アドレナリンがストレスホルモンが流れるっていう体の状態があるんですね。でこれは長期的に体を、まあ、本当に病気になったりとか、まあ、人生が短くなったりするんですよ、ストレスホルモンがずっと流れてると。でその反対側のこの副交感神経っていうのがあるんですね。で、パラシンパティック、まあ、これは鼻から呼吸するとか、ね、瞑想するとか、リラックスしてる、そうするときにこの天使のカクテル、この3つのホルモンが、オキシトシン、ドーパミン、そしてエンドルフィンが流れるんですよ。で、何をやるかっていうと、毎朝1分だけって言ってますけど、正直言って1分だけって難しいですよ。勝手に3分とか4分とか言っちゃうんですよね。10分だけですけどね、最初はね、10分以上やらないでね。すると実際に体の中のホルモンが、幸せのホルモンが流れてきて、自然に運動が好きになるんですよ。自然に健康のものを食べたくなるんですよ。で自然にやる気が、前なかったらどこなのこのやる気出てきたのみたいなのが上がってくるの、ね、なのでこの朝1分外に出てジョギングする、習慣の中の習慣のゴッド習慣みたいなものなんですよ。これその一つなんだよね。天使のカクテルが流れる、本当にダイエットマンって超難しいから、でこれをやってると自然にジムに行きやすくなるんですよ。自然にジムに入って何をやるかっていうのも分かるし、ジムに入って自然に20分とか走れるようになるの、3ヶ月後とかに。もう本当にすごいんで、ぜひ試してみてください。っていうか本当に論理的にダイエットってめっちゃハードル高いから、もう相当ヒューマンでコーチとかで、ちょうど本当にチョーク投げてくれる塾の先生が横にいて、お前ダイエットしろみたいな、そういう人生の命に関わるみたいな危険性があると、自分の脳の中に情報が、まあこうですよね、扁桃体アミグダラが、これはダイエットしないと死ぬぞみたいなモチベーションの、ね、地獄の先生があったら大丈夫なんだけど、自分でやるんだったらダイエットは超アドバンスです。もうダイエット1週間2週間1ヶ月なんて無理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 、超アドバンスすぎる。やめよ、もう朝の1分のジョギングにしましょう。はい、じゃあね、ちょっとさっき約束した脂肪を燃やすワークアウトっていうのがあるんですよね。 It's fat burning exercise。 でどういうことかっていうと、体を動かすには、まあ、いろんなやり方があるんですけれども、まあ、オキシジンを燃やす、ね、O2 を燃やすやり方っていうのは長期的有酸素運動っていうんですけれども、でその有酸素じゃない無酸素運動っていうのもあるんですよね。まあ、ジョギングっていうのは有酸素運動なんですよ。でもう本当に体がもうね、2分から何十時間もできるようなものなんですよね。中には本当に何十時間やっちゃう人もいるんですよ。で無酸素運動っていうのは、例えば僕ここに机があるんですよ、これをグワーってやるとき、ね、マックス40秒とかなんですよ。そしたら20秒かもしれないんですよね。そのような筋肉のやり方があるんですね、筋肉の使い方を。でこのやり方によって自分の心拍力が変わってきます。で体の中に流れるホルモンも変わってきて、でそのエネルギーをベースにしてるんですよね。その何のエネルギーを元にしてこの机を動かすのか、何のエネルギーを元にしてダッシュするのか、ね、でこのゆっくり心拍力が
あまり上がらない、そういう運動をするとなんとですね、脂肪をエネルギーの元にしてるんですよね。超ゆっくりサイクリングする、超ゆっくりジョギングする、ちょっと早めにウォーキングする、これがまた見事にそのエネルギーのベースが脂肪になるんですよ。でしかも有酸素運動もできて、この天使のカクテルも脳に流れるっていう、もう本当にちょっと早めにジョギングするとまた別のエネルギーで、それも健康でもすごいいいんですけれども、ね、まあちょっとね、その脂肪もゆっくり運動すると脂肪が燃えていくっていうのね、すごいよね、本当に素晴らしいと思います。 Alright, you guys, ちょっと長いビデオ本当にね最後まで見ていただいてありがとうございます。でぜひね興味がありましたら、こういうチャンネルね登録していただければ幸いです。 And please, if you push like, that would mean great deal for me. Alright, you guys, なんか質問がありましたらぜひコメント見てますので、コメントを送っていただければ幸いです。で一応LINE の質問も受けてます。ちょっとね全員の質問を答えるというのはちょっとできないんですけれども、目は必ず通してますので、なんか質問があったらぜひ教えていただければ幸いです。 Alright you guys, I love you guys and I will see you next week.